こんにちは。フィンテックとレールスジアルピシードというタイトルで発表させていただきます。ちなみにこの辺は一応こう、ルール上出してるって感じなんで、とりあえずさっと流していただければ。で、まずお前誰よって感じなんですけど、突然なんか金髪出てくると、みんななんかやばいやつ出てきたんじゃないかなっていう感じになると思うんですね。僕はこれなんかよく呼んでもらえなくて、そのシーナンとかいいみたいな感じなんですけど、シーノスケ、シーノスケって呼ばれることが多いんで、そんな感じで呼んでください。で、今は SRE が主ですね。前職とかその前とかはもうずっとレールズを書いてたっていう感じですね。はい。で、じゃあ、フィンテックって何ぞやって話なんですけど、ちなみにフィンテックって言葉聞いたことはあります？はい。結構良かったですね。じゃあなんか、ちょっと飛ばしていきたいんですけど、もともと銀行とか金融ってすごい保守的だったり閉鎖的っていうところがあって、で、そういうところからこう、もっと開放的で革新的なことをやっていった方がいいよねっていう流れになってきた、古い保守的閉鎖的に対するアンチテーゼとして出てきた流れのことをフィンテックって一般には呼んでいます。で、その金融機関が、なんかスマホアプリとかを出すっていうのはあんまりフィンテックとは言わなくて、もっとこう横串でいろんな銀行、金融機関とかをつないでいったり、今まではその一般消費者が手が出なかったようなところをいかにこう一般化していくかっていうところが、フィンテックって呼ばれているところです。で、私が作っているというか、やっているのがこのテオっていうサービスで、これまでその富裕層っていう方々が中心だった、中心に使っていたその国際分散投資っていうものをもっとこう手軽に1万円からできますぜみたいな、そういうサービスです。ちなみにユーザーさんとかいらっしゃいます？ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんかあんまりうかつなこと言えなくなっちゃったな。で、これ個人のスクリーンショットなんですけど、僕のスクリーンショットですね。で、ポートフォリオとか、ちなみに僕、結構若いんでって言ったらあれですけど、まだ20代なんで、こう、グロー100%っていう、だいぶ攻めた比率にしてます。で、金融サービスっていうと、やっぱりその高い安定性であるとか、さまざまなコンプライアンス対応っていうのが結構必要になってます。当たり前なんですけど、その落ちるサイトってみんな使いたいですかっていうと、使いたくないですよねって話だし、特に金融サイトってなると、そのよく落ちるっていうところは、普通に考えてお金預けたいとは思わないですよね。なんで、普通のサイトもだいぶ、皆さん意識なさってるし当たり前に必要なんですけど、その中でももっとこう、具体的にはフィンテックで言うと、そのというか、うちみたいな証券会社で言うと、その入出金管理であるとかそのっていうサービスは基本的にできるだけ動いてなきゃいけない。要するにお客様が出金をしたいってなった時に出金を妨げるっていうのは基本的に銀行とか金融機関がやっちゃいけないことなんで、そういうのができるようにしなきゃいけないとか、あとその投資判断を誤らせるようなことをやっちゃいけない。そのグラフの表示が間違ってるとかっていうのは、かなりまずいです。だからそういうのをかなり意識しなきゃいけない。で、あとそのコンプライアンス対応ですね。これはそのセキュリティもそうだし、その社内の人が社内のスタッフが例えば悪意を持ってもお客様の資産が不正に取り出されることがないようにとかっていうために監査のロギングとか、そういったものがいろいろありますと。でも一方で、ここに来て皆さんそうだと思うんですけど、リリースとか毎日したいし、そのすごい SI 的な大人数でこう大規模ドカーンみたいな感じじゃなくて、もっと少人数で小さいプロジェクトに回したいっていう感じですよね。で、僕もやっぱりそうだし、うちで働いてるエンジニアも、みんなやっぱりそう思ってますと。で、あとその特に今エンジニアもすごい少ないというか、明らかに人不足っていう中で、リモートワークはもう当然できて当たり前だと僕は思っていて、そういった環境もガンガン作っていかないといけない。でもその古い金融 SI とかってもう社内からしかまず開発環境絶対接できないし、某社はその GitHub とかも一切見れないみたいな、そういうことも全然ありますと。でもそういうのはもう絶対嫌だし、あとその一応忘れちゃいけないのは、その僕らみたいなウェブが得意なエンジニアもいる一方で、金融領域がやっぱり得意っていう人もいて、でそういう人は、要するにレイズとかよりも Java の方が全然いいよねっていう人も全然いると。でそういった多様性も受け入れなきゃいけないっていうところがあります。で、そうなってくると開発チームってどうなっていくんかなっていうと、分かれていくんですよね。普通にその安心安全な領域を担当する、要するに先ほど申し上げた入出金管理っていうところだったり、証券口座の管理とか、そういったところは本当にかなり壊れちゃまずいんでっていうところとか、一方でその
それこそ、まあ、なんだろう、UI UX とかって1日に何回もデプロイして AB テストしたいとか、その入会の登録動線とかも変えられるところはもうガンガン変えたいとかっていうところを、まあ、ユーザーに正面から向き合うようなチームっていうのがあったり、まあ、あとそのこことここちょっと似てて違うんですけど、その金融システムの関連のチームっていうのは、あの、まあ、証券口座っていうよりはその実際に証券を買い付けするアルゴリズム、そのロボアドバイザーの、まあまあ、ロボアドバイザーってあれ実際はアルゴリ高度なアルゴリズムなんですけど、その、まあ、ちなみにうちはそのスマートベータっていう手法でちょっと、まあ、結構工夫がされてるんですけど、そういったところを作ってる部分ですね。でそういったところもかなり特に、まあ、ここは本当 Java とかが多くて、でこっちは本当 Rails であるとかその React とか Vue とかでもフロントにガンガンやるっていう感じ でこっちはなんか C プラとかそういう世界ですね。でまあ組織が分かれると、まあ、当然システムも分かれていくよねっていう話、まあ、皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、コンウェイの法則っていうのがあって、で、まあ、要するに担当チームがこう分かれていくとサービスって結局、まあ、分かれていくもんですよねっていう、でそこでマイクロサービスですよっていう、であの、まあ、やっぱりエンジニアの多様性があっていろんなチームがあってってなってくると、こうサービスも同じように分かれていくと、で先ほど申し上げたような落ちたらやばいみたいなレベルで、まあ、ガンガンサービス分けて、それぞれここはまあ毎日リリースしてもいいし、ここはちょっと確認すごいした方がいいから、まあ週1かなみたいな、週1でちゃんと人間がテストしなきゃダメだよみたいなところもあったりとか、まあ、あとそのロギングとかもそのかなり細かいところまで取らなきゃいけないレベルもあれば、まあ、ぶっちゃけそこまで必要ないよねっていうところもありますとかっていうのがあります。でまあ、現在そのテオっていうサービス裏側どうなっているかっていうのは多分初公開だと思うんですけど、今大体こんな感じになってて、で、まあ、うちちなみにその Kubernetes ってのを使ってて、 Kubernetes は今日なんか発表があったり今日でか機能があったりしたんで結構知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、その Kubernetes を使ってて、その中に、まあ、ウェブのフロントを受けるやつとそのスマートフォンアプリの API サーバーであるとか、であと社内 その内部の基盤がいくつかあると。でちなみにユーザー認証は今 Firebase 使ってて、 その、まあ、そことこう連携していろいろやったり、であとそのうちや銀行様といくつか提携してるんで、そこ向けの API とかも出てたりしますね。であと、まあ、内部にこうオーロラでいくつか立ってたり S3 だったり、であとここ、まあ、DC 過去オンプレっていう金融らしいのが実は残ってるんですけど、あのまあこれは、うんまあ、今は大丈夫なんですけど、その1年前ぐらいはちょっとこう金融のルールでその、まあ、メインデータベースをちょっとクラウドに置くっていうのは難しいみたいな時代も実はあったりして、そこの名残で、まあ、DC があったりしますね。まあ、あとそのなんていうか結構金融の各社って先ほど話したようにその保守的であったり閉鎖的なところが多くて、もうネットワークに現れてるんですよ。その専用線を引いてくださいみたいな普通にあるんですよね、今だに。で、そういったところは、この、ここは、ダイレクトコネクトで繋いでて、で、ここはその専用線で各社に繋ぐみたいなことをやってたりします。で、Kubernetes なんですけど、まあ、うちはその2017年の1月に、元々あれだったんですよ、オンプレに普通にあって、それをこう、カポって AWS に持ってくるときに、Kubernetes にドカッてしました。で、本番環境、今 AWS 上に、まあ、Kubernetes、KubeAWS 使って構築したやつが動いてます。で、開発環境は、まあ、GKE 使ってます。で、まあ、Kubernetes 自体のポータビリティもあって、両方使えるようにしといた方がいいよねっていうのもあるのと、まあ、あと1年以上前のちょっと政治的な理由とかもあって、まあ、AWS を使ってたっていう感じですね。で、あとその Kubernetes なんで選んだかっていうと、まあ、なんていうか、僕の仕事を減らすっていうのはやっぱりすごい重要で、いやこれは本当に大事なんですよ皆さん、自分の仕事を減らすために仕事しましょうっていう、あのなんていうか、そのうちはエンジニアがまだ10、まあ、プロパーなエンジニアが10人ちょいとかしかいなくて、あの、まあ、少ないんで本当にこう1人当たりの仕事をいかに自動化するかっていうのがやっぱり重要なのと、あと SRE ってうち SRE 専門でやってるのが2人で、あとその監視とかのためにあと2人いるみたいな感じで、もう本当少ないんで SRE のこう仕事を多くしちゃうとあっという間に破綻して、でやばい時に対応できないみたいなことが起きたんですね。でこれ最悪なんで、そのいかにして仕事を減らすかっていうところが大事ですと。で、
Kubernetes やっぱりいいのはそのこう YAML ファイルでサクッと何でもかけちゃうんですよね。何でもっていうか、まあ、Kubernetes 上のリソースをかけて、でしかもそれをちゃんと、うちは、まあ、GitHub 上で全部こう Git で YAML の変更管理をしてて、でまあ、これはその何がいつどう変わったかっていうのは感染的にもやっぱりすごい重要なんで、まあ、とてもいいことですと、まあ、あとその全部 Kubernetes 上のリソースは基本的に全部こう YAML に書き出して全部リポジトリで管理してるんで、その適用権限は、まあ、コンプラ上の理由もあって SRE しか基本できないんですけど、構成がどうなっているかっていうことはこのファイルを見れば誰でもわかると。なのでアプリケーションエンジニアでも、まあ、これがこうつながってるっていうのもわかるし、新しく入ってきた人でも基本的にこのファイルを見ていけばなんとなくわかるよみたいなことができるって感じですね。でその SRE 以外でもこう新しくサービス、まあ、サーバーですね、追加するっていう時に YAML 書いてプルリクエスト作れるんで、まあ、例えばサービスを増やすっていう時に、いやなんか新しくサービス足したいんだけどみたいな話になっても、じゃあちょっと要件とか聞こうかっていうヒアリングとかを、まあまあ、してる会社さんも結構多いのかなとか思うんですけど、僕のところは基本的にあんまりそういうことはしてなくて、まあ、とりあえずその Docker ファイルを自分のアプリケーションのリポジトリにパッて書いてくださいと。であと Kubernetes のリソース定義、まあ、デプロイメントとサービスですね、大体この2つ、まあ、あと場合によってはまあいくつかイングレスとかあるんですけど、まあ、その辺を書いてプルリクエストを送ってくれっていうふうに言いますと。で書いてくれたら、まあ、あとは僕はまあ見てアプライするだけっていう、まあ、基本的にこれで済むようにしています。で、まあ、ここまで要するにすると本当に僕の仕事ほとんどないんでとてもいいんですけど、まあ、あとその同じような理由でこうどんどんインフラストラクチャーズコードしていくっていう、まあ、この辺も本当コードライズドットツールズっていう、皆さん知らず、あの菅原元気さんっていう人が作っているなんか最高のツール群があるんですけど、この辺のおかげでもうありとあらゆるものがコード化されてて、まあ、とてもいいです。で変更管理も当然その記録管理もされてるんですごい便利ですね。で、まあ、例えば IAM でこうなんか S3 のバケット新しく権限つけてほしいんだけどみたいな時も、まあ、基本的にプルリクエストもらって適用みたいな感じですね。で、まあ、あとそのデプロイとかも当たり前ですけど SRE がいちいちやってるわけにはいかないんで、まあ、その辺はこうスラックからシュッとボットに対して言うと、そのうち DigDag も Kubernetes 上でホストしてるんですけど、そのあでデプロイのタスクは DigDag 上に作ってあって、そのルボティはその DigDag のタスクをキックしてでデプロイされるみたいな構成にしています。で、まあ、これはそのログ管理がまあ基本的に堅牢であったりとか、その DigDag、まあ、結構堅牢でそもそも使いやすいんで、まあ、その辺まとめてるって感じですね。まあ、あとそのログも全部クラウドウォッチログズにフレッド D からバーって飛ばしてるんで、まあ、わざわざ SRE に依頼しなくても見れるみたいな感じですね。で、まあ、こうしていくとかなり仕事がなくなっていいですっていう。で、まあ、一旦ここまでまとめると、マイクロサービス化をしていて、まあ、Kubernetes でみんな楽しようみたいな感じです。はい。ではその、まあ、インフラはこんな感じなんですけど、じゃあそのサービスをどうやってつないでるかっていう話で、さあ出ました GRPC っていう。で、まあ、そもそもなんですけど、その特に Rails の皆さんってこう REST で JSON みたいな感じがなんか普通なんじゃないかなと思ってて、一旦だからちょっと RPC をちゃんと考えようっていう。で、RPC って何かっていうと、なんかこういう文献があったりするんですね。その、この要約すごいざっくりしすぎなんですけど、その他のレス空間にある処理を実行するっていう。で、まあ、この、現状的には一応こう、分散システムなんで、ネットワーク的には別のアドレスだったりするんですけど、一般にはまあメモリ上の別アドレスにあるものを処理するときも、RPC って使われるんじゃないかなと思いますね。まあ、ともかく別のところにある何かを実行するぐらいのふわっとした感じでいいんじゃないですか。で、まあ、実は1ヶ月前くらいにその弊社の松本がドロイド会議で似たような話をしたんで、そこからここからちょっと引用しつつ話をしていきたいんですけど、まあ、API の設計方針っていう考え方とデータの表現形式っていうものが、まあ、基本的にこうペアでありますと。で、Rails でよくあるのがその REST プラス JSON だと思うんですね。で、それに対して、まあ、RPC とプロトコルバッファーっていうペアを選ぶのが GRPC ですね。で、
その、まあ、レストとこの RPC、まあ、何が違うんだみたいな話で、結構僕が、あ、これ分かりやすいかなっていうふうに個人的に気に入ってる表現が、この、まあ、リソースとアクションどっちに着目するかっていう違いですね。そのレストっていうのは、まあ、リソースを中心に考える、それこそリソースに対して、まあ、HTTP のメソッドでこうアクションを当てているって感じですね。で RPC はどっちかっていうと、もうアクションが先にありきみたいな感じなんです、イメージ的には。で、まあ、レストの方が向いてるのって、例えば、まあ、ブログサービスの API みたいな、まあ、これはもう Rails やるとなったらみんな作ったことあるんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、これは本当典型的な REST 向きだと思っていて、で、例えばまあこんな感じですよね。記事作るときはクリエイトするのはまあアーティクルズにこうポストしてボディぶっ込んで作ってみたいな。で、リードするときはまあゲットで取るみたいな。で、アップデートはまあパッチしてみたいな。で、デリートはデリートみたいな感じですよね。で、RPC だとどんな感じにするかっていうと、まあ、HTTP のメソッドはまあ何でもよくて、まあ、ちなみになんかポストにするケース多いですね。あ、全部ポストに置くとこう、まあ、透過性が高いみたいな話だったりするんですけど、まあ、何でもよくて、その、この、例えば URL の末尾にアクション名字と書いちゃうみたいな、こういう感じだとちょっと RPC かなって感じありますね。まあ、クリエイトアーティクルズ、ゲットアーティクルズ、アップデートアーティクルズみたいな。あ、やばい、ちょっと時間がなくなりそうだな。まあそんな感じで、で RPC の方がじゃあ向いてるのってどういうのっていうと、まあスラックみたいなチャットサービスの API ですね。これ後で話にあるんですけど、スラックの API って実は RPC で書かれてるんで、なんていうか、まあ見てみるとわかります。で、まあ要するにこの辺のリーブとかキックみたいなのってこう HTTP のメソッド当てるんだったらなんだろうみたいな、リソース中心で考えると正直結構難しくないですかみたいな時はもう普通に RPC でやる方がなんかもうフリーダムみたいな感じですよね。で、まあこんな感じですよ。はい。と時間がないんで飛ばしていきます。で、そうですね。で、RPC だったらまあこう、Leave from Channel とか Kick from Channel ってして、もう見ればわかるって感じですね。で、別に HTTP のメソッドとかはもう何でもいいです。で、スラッターは具体的にはそのメソッドファミリードットメソッドみたいな、なんかこういう形で基本的に API に書いていきますよっていうのが公式に書かれてて、まあこれは RPC だってもう明言されてます。はい。で、 gRPC の話に戻るんですが、その gRPC っていうのはこの今まで話した RPC をまあ Google が開発始めたオープンソースの RPC フレームワークですと。で、もともとはその Google 社内にあったスタディっていうフレームワークがあるらしくて、まあ、それをベースにオープンソース化していったものらしいです。で、特徴的なのはその HTTP2 で、あとバイナリーで全部やり取りして、で双方向ストリーミングもできるみたいなところですね。で、公式にはまあ Ruby 含めて10言語に対応しているということになっています。で、データ表現形式としてプロトバッファーがあって、これがデフォルトで選ばれます。で、一応そのそのフラットバッファーズっていうのもあって、まあ、これはそのプロトコルバッファーよりもまあシリアライズ、デシリアライズがそもそもなんていうかいろいろ走ってて早いとかあったりするんですけど、この辺はまあ C プラとか Go では使われているという感じですね。なんか光方面で使ってるという噂を聞いたことがあるんですけど、まあちょっと詳細不明ですね。で、まあ他のフォーマットも技術的には対応可能というふうに言われています。まあ JSON とかも対応可能っていう感じですね。まあ、でも、gRPC を JSON としてまあハンドルするとき、どういうのが使われるかというと、この gRPC JSON Gateway っていうものがあって、まあ、これはその、まあ、Go で書かれたサーバー、中間サーバーみたいなものを書いて、裏側の gRPC サーバーにリクエストを投げるという、そういうものがあったりします。で、これはうちも社内で一部使ってたりします。で、さて、プロトコルバッファーズって何ぞやって話なんですけど、これはその XML のように、まあ、構造化されたデータ表現形式ですと。まあ、XML はもうちょっともうあれなんで、ちょっとあれだと思うんですけど、もう、まあでも、まあ、でもバイナリーも大概だと思うんですけどね、個人的には。まあ、そんな感じですね。で、まあ、プロトファイルって実際どんな感じかっていうと、まあ、こういうニュアンスですね。これはバンクっていう、まあ、オブジェクトみたいなものがあって、その中にこうフィールドとしてコードとかネームとかネーム関とかっていうのを入れたりできるとか。で、基本的にはこういったことが書かれたそのドットプロトファイルっていうものをそのサーバー側とクライアント側にこう共有して、それぞれの言語でこうプロト C っていうコンパイラーでそれぞれの言語のバインディングを吐き出して、でそれを使って書くみたいな感じですね。で、まあ他にもどういうことができるかっていうと、その
まあ、本当にオブジェクトの中に子供のオブジェクトがあるというか、フィールド自体は別のクラスであるみたいなことってよくあると思うんで、そういったことをこう書けるみたいな感じですね。で、enum みたいな方があったり、そうね、デプリケイテッドっていうフラグをつけておくと、まあ、これはそのうち消えますみたいなことをクライアント側にも通知できるとか。で、gRPC なんてその RPC としてはどうかとかっていうと、まあ、ここに RPC って書いて getBanks で、ここに引数取って返りが何返ってくるかみたいなのを書いたりすると、まあ、RPC として書ける。で、見てわかると思うんですけど、結構こうあっさりしてるんですよね。で、メリットとしてはこうやっぱり型がある。ちょっと皆さん、Ruby なんか書いてる場合じゃないですよ。もっと型のある件が書いてある。いやもうね、ほんとね、いやまあでもね、僕は Ruby すごい好きなんですけど、その複数言語で連携するってなったら、なんか、いや、これだから型のない言語はみたいなこと言われたりするんですよ。でもね、しないって感じなんですけど、まあ、とりあえず、そういう時にもプロトバッファー使っておけば、なんかそういう余計な、こう、焦り気を生まないみたいな。で、まあ、そういった、こう、だけど、こう、型うんぬんみたいな話も、まあ、基本的には、こう、自動生成されたりする部分で結構楽できるっていうのもありますと。まあ、あと、その、API の使用自体がそもそもその .proto ファイルを読めって感じになるんで、なんていうか、コミュニケーションしやすいんですよね。その、新しくドキュメントを書くみたいな工夫があんまりいらないですね。ほとんど .proto ファイル見ればわかるよみたいな感じになるんで。で、この辺が楽でメリットかなっていうのと、で、まあ、デメリットとしてはやっぱりこう、ヒューマンリーダブルじゃないんですよ、バイナリーなんで。なんか、こう、カールとかでシュッて投げて確認したいってこと結構あると思うんですけど、これができないんですよね。なんで、まあ、簡単なクライアントを Ruby で書くとか Go で書くとかして、で、実際どういう通信できてるかを見るみたいなことが必要だったりして、この辺はちょっとこう、厳しいなっていう感じですね。で、ちょっとここまでまとめると、gRPC っていうのは Google 発の RPC フレームワークで、HTTP2 で速いとか、双方コストリーディング、まあ、この辺ちょっと今日話さないんですけど、っていうのがあります。で、デフォルトではプロトバッファーズを使うと。で、プロトバッファーズは何かっていうと、データ表現形式です。で、まあ、表現力がリッチ、まあ、型があるんでリッチって感じですね。で、では、テオではどういうふうに使ってるかっていうと、iOS アプリ、テオの iOS アプリあるんですけど、その iOS アプリとサーバーとの通信は今全部 gRPC になってます。と、あと、社内の各サービス間の通信も、まあ、今後原則 gRPC にしていくっていうことを決めてて、まあ、いくつかその REST JSON 残ってるんですけど、基本的に gRPC にガンガンしてってるって感じですね。で、まあ、ちなみに最近ちょっと社内で作るときは Go プラス gRPC の方が、まあ、個人的にちょっと負けしてて、まあ、多いんですけど、まあ、Rails もいいと思いますよ。はい。で、まあ、Rails もやっぱりすごいいいと思ってて、で、特にその Rails で何がいいかっていうと、その、なんていうか、僕はなんていうか、ハムルが好きなんですよ、やっぱり。なんか先ほどの話もその SPA とか実際必要なのみたいな話もあって、まさにそうだよなと思ったんですけど、なんていうか、例えばうちのサービスだったらその契約書を HTML で表示するっていう、内部サービスがあるんですけど、てかまあ、ドメイン一覧で見ればわかるんですけど、その、そういったものは、ぶっちゃけ SPA である必要全然ないんですよね。その HTML、スタティックな HTML さえ履ければよくて、で、そういった時はもうハムルとか、もうサスで Rails でシュッてやる方が全然楽で、なんでうちの契約書管理サービスは実は Rails で作られてるんですけど、まあ、だけど社内的にその契約書にこの人が締結してる、締結してないとか、ヒストリー管理してる API みたいなやつは、まあ、gRPC で喋ってほしい。なので、Rails のサービスも gRPC にしていくっていうものは結局必要になってくると。で、やっていこうっていう感じなんですけど、で、ちょっとこの後はその、まあ、POC 的に今はこんなことをや試してますって話をしていきます。で、具体的に Rails で、まあ、Rails に限らずなんですけど、その gRPC のこう対応したコードを書くときにはどうしていくかっていう大まかな流れとしては、まあ、こんな感じですね。その、まあ、この辺はまあ、頑張っていってくださいって感じで、まあ、これも頑張っていってくださいって感じですけど、まあ、まあ、頑張れば何とでもなりますよって感じですね。で、ちょっとお財布サービスみたいなものをちょっと例に考えていくと、まあ、これ本当にすごいシンプルな、まあ、ユーザーっていうモデルがウォレットを持ってて、ウォレットっていうモデルは、まあ、ペイメントっていうものを、まあ、いくつか持ってるみたいな。っていう、まあ、簡単なものを考えますと。まあ、データベースは大体こういう感じになりますよね。まあ、あんまりここまで違和感ないんじゃないかなと思います。じゃあ、これをそのドットプロトファイル、要するに gRPC として通信するときの、まあ、オブジェクトというか、まあ、メッセージっていうんですけど、
でマッピングするとどんな感じになるかっていうと、まあこんな感じです。でまあ見て分かる通りだと思うんですよ。特に違和感ないと思うんですけど、ユーザーってのがあって、ウォレットってのがあって、ウォレットってのはこうリピーテッド、つまり複数個のペイメントっていうものを持って、でペイメントっていうのは、まあ、ID やマウントターゲットリーゾンがあるみたいな。でそれを通信、じゃあ RPC をどう書くかっていうところも、まあ結構見て分かる通りなんですけど、あちなみにこれ別になんか名前はこれに合わせてるんですけど、そういうルールがあるわけじゃなくて、今弊社のベストプラクティス的にはこうリクエストオブジェクトをリクエストで1回カプセル化してその中に入れていった方が、まあ、何かといいよねっていう感じになってるんで今こうしてるって感じです。その引数と返り位置が1個しか返せないんですよ。基本的に1個ずつしか扱えないんで、その後でこう複数扱いたい、複数の引数受けたいとかってなるときのことを想定して、まあ、先にこうカプセルにしといた方がいいよねっていう感じですね。でまあこういうのを書いてしまえば、あとはもうシュッてこうプロト C っていうコマンドでコンパイルすると、そうするとまあこんな感じでできてくると。でまあこの辺はちょっとあれなんでライクタスクにした方が楽です。でじゃあちょっとレールズっぽいコードが見えてくるんですけど、まあ、ペイメントっていうところに、例えば僕はこの toProt っていうメソッドを生やして、この中でプロトバッファーズのこうオブジェクトを作るみたいなことを今はやってたりします。で、ウォレットの方もそうですね。あと、ウォレットメッセージの中にトータルっていう今の残高を入れてたんで、それを計算するのを入れてたりします。まあ、ちなみになんかあんまりこの辺コード、なんか、早くないんで、なんか、これをそのままプロダクションで使うのはあんまりお勧めしないですね。で、あとはその RPC の実装を書きましょうって感じなんですけど、まあ、RPC のその実装どこに置くかっていうのが、まあ、重要なんですけど、まあ、ロードできればどこでもいいです。おすすめはなんかこんな感じなんですけど、で、先ほどのそのプロトファイルの RPC、まあ、こういう名前でしたねっていう。で、これをそのまま起こしていくと、まあ、こういう感じ、その get by user ID は get by user ID っていうメソッドで、こう、リクエストはリクエストのオブジェクトにカプセル化されてるんで、そこからユーザー ID を取って、でそれをこうアクティブレコードでユーザーから引っ張ってきて、それのウォレットを返してみたいな。で、ここでプロトバッファーズを組み立ててまた返すみたいな。まあなんかコントローラーっぽいですよね。で、こっちも同じ感じです。で、まあ、これはそのペイメントドットビルドをして、それが全部セーブできたら、まあウォレットを返すみたいな。これもなんかコントローラーとかでよく見る感じのコードだと思います。で、なんていうか、結構さっぱり書けちゃうんですよ。結構さっぱり書けちゃうんで、まああとはサーバーとして動くためにもろもろのファイルをこう、シコシコ書いていくみたいな。なんかこれは要はロードしてるだけですね。まあそのプロトファイルをロードするっていうのをやったり、その gRPC サーバーっていうものを動かすためのこうなんか、まあ要するにどのポートにバインドしてみたいなやつを書いていくみたいな。でやると、あとはこうバンドレイクゼクレールズランナー、まあさっき書いたファイルみたいにやるとこうターンって動いちゃうみたいな。でクライアントからじゃあ接続してみましょうって話で、まあこの辺もロードしてるだけなんで本質的ではなくて、ここだけが重要で、その、このドット、このスターブっていうクラス自体自動生成されてるんで、これに対してそのバインディング先のポートと、あと今回テスト用なんでインセキュアクラブって立ててて、で、あとその、で、これもここのクラスまでは全部自動生成なんで、それに引き継いでて、で、ゲットバイユーザー ID でリクエストオブジェクトを渡すってやると、もうそれでちゃんと意図した結果が返ってくると。嬉しい。で、同じような感じで、そのアッドペイメントリクエストっていうところも同じ感じですね。ここでリクエストを作って、それで、ここのクラスまでは自動生成なんで、それに対してもう渡してあげて、いただくと、バンって返ってくると。もう完璧ですよね。で、大体動いたと。で、まあ、ただその、一応これ、POC で、その、っていうのも、その、gRPC のその、Ruby のバインディング自体がなんか、こう、基本的に Ruby で書かれてて、まあ、GBL とかあるんで、マルチプロセスとかどうなってるんやろみたいな感じがあって、ちゃんと調べてないんで、しんどいかもしれないって感じですね。で、まあ、いろいろちょっと試していきたいって感じです。で、まあ、まとめとしては、その、まあ、マイクロサービス化頑張ってますと。で、みんなもやっていきましょうって感じです。はい。以上です。ありがとうございました。